どうも、カプラです。今日はね、風呂上がりでちょっとメガネしてるんですが、早速ね、やっていきましょう。チヒロスの RGB ライト WRGB2 の Bluetooth コントローラーの交換を今日はしていきます。 Twitter で DM いただきまして、 Bluetooth コントローラーの交換の仕方を教えてほしいというリクエストが届きました。ありがとうございます。でですね、 Bluetooth コントローラーはこれになります。このパーツですね。で、この Bluetooth コントローラー WRGB2 の Bluetooth 機能、つまりね、タイマーや調光機能を司るね、メインパーツになります。で、現在のモデルは交換が簡単になっていて、このパーツをね、ライトとつなぎ替えるだけで交換ができます。まあ、こういった感じで電源とね、コネクタでつながってまして、電源とね、こんな感じでコネクタがつながってまして、ここのコネクタを外して、まあ、取り替えるだけと、こうね、こうやって外して、まあ、コントローラーを交換するだけっていうような、まあ、交換方法になっております。で、パーツを付け替えた後はアプリの方でね、 WRGB2 の再登録をして終わりです。で、もう一個ね、ちょっと古いバージョンがありまして、そのバージョンは、コネクタがないんですよね。なのでケーブルとコントローラーが一体型になってて、そのタイプはね、ドライバーで配線をね、抜き取って交換する必要があります。こんな感じで基板に配線がね、何本かされてまして、こいつをドライバーで抜き取って、まあ、交換する必要があるといった、古いね、ちょっとバージョンの Bluetooth コントローラーがあります。まあ、これを交換することで、以降はね、新しいバージョンの交換が簡単なタイプに移行することができるというわけです。なのでね、今回はこの配線を外して交換するタイプ、これの交換をしていきます。で、使う道具はね、こちらです。ドライバーですね。精密ドライバー、ドライバー1本、それと、あと普通のね、大きいサイズのドライバーが必要です。こういったね、六角形の L 字型のレンチね、こういう、まあ、セットで売ってるんですけど、これの 1.5mm、 こいつを使って交換していきます。これ L 棒ってね、呼ばれてるんですけど、 L 棒じゃないです、右肘左。ではね、早速作業していきます。こちらね、用意しましたのは WRGB2 の 30cm のタイプです。新しいバージョンのものは、まあ、こういう風にね、まあ、電源アダプターがあって Bluetooth コントローラーがくっついていると、まあ、ここは着脱簡単に外せると。で、このユニットも、まあ、こんな感じでこう外せると。最後、まあ、この本体の方に、まあ、繋がっているというわけで、今回はまあこのね、ちょっと以前のバージョンのもの、をまあ交換していくということで、ここのね、配線の外し方、これを実際にね、やっていきます。ここのね、配線を外していくために、こちらのね、カバーを開けていきます。ここサイドのカバーですね。ここに六角の L 字六角レンチ 1.5mm を使ってサイドのカバーを外していくわけですね。これね、こんなちっちゃいね、 L 字のレンチなんですけど、こいつはね、ここにネジが入ってます。で、まあ、こう開けていくと、はい、こんな感じになってます。で、このね、白い板外しました。そうするとこんな感じの配線になってます。大きいドライバー、まあ、P2 っていうね、サイズのドライバーなんですけど、こいつで、まあ、外していきます。こうね、はい、こんな感じで外れました。で、最後ね、配線、これ1,2,3,4,5,6本、6本配線がついてます。それぞれね、青、赤、緑、これの LED のね、制御ができるようになってます。
なのでこれ1本外すんですけど、つけるとこ間違えると違うね、赤を点灯させたいのに緑が点灯しちゃったりとか、まあするようになっちゃうので、必ずね配線の色間違えないように元あった通りにね戻せるようにしておきましょうというのは、まあ写真を撮ってちょっと画像保存しといてね、元にちゃんと戻せるようにしておくのがいいですね。でこの配線の外し方はまあ非常に簡単です。この、まあ、ポッチがねちょっとついてるんですけど、このポッチをねこうポチッとドライバーでね軽く押すんですよ。そうすると、まあ、簡単に引き抜けると、まあ、こんな感じですね。今ね緑の線を引き抜きました。これで全部6本8本ね、これで全部8本引き抜いていくと、全部で6本か、6本これで配線を引き抜いていくといった感じになります。で新しい Bluetooth コントローラーユニットをまあ挿していくと、これですねのケーブルをこう差し込んで、まあ、取り付けていくと。差し込むときは今度逆の手順ですね。このポッチを押しながら、ポッチを軽く押して配線を入れると、まあ、そうするとこう引っ張ってもね抜けないようになるんで、まあ、これで配線のまあ交換ができるといった手順になってます。はい、であとはね元に戻して終わりです。まあ、今回のねこの Bluetooth コントローラー特にねあの故障がない人は、まあ、交換する必要はありません。まあ、ただね古いバージョンの、まあ、昔ねちょっと半年以上前かな、AliExpress とかでね個人的に輸入したり、まあ、あと個人輸入したものをねあのメルカリで買ったりとか、うん、した場合にはもしかしたら古いバージョンのね Bluetooth コントローラーが付いてるかもしれません。まあ、その場合はね交換すれば、まあ、新しい Bluetooth コントローラーのバージョンのものが使えると、まあ、利点はね実はちょっといくつかあって、ちょっとねこの場で話すと少し長くなってしまうので、まあね気になる方はちょっと Twitter やね、Twitter かなんかで話しかけてもらえれば、紹介できますので言ってください。しっかりね六角レンズで止めていきます。無理にね止めたりすると、まあ、この六角レンチの、まあ、穴をね、潰してしまってね次開けるときに困っちゃうとかいうことも、まあ、なりかねないので、あまり力を入れずにね交換すると、あまり力を入れずにこう無理やり開けないというのが大事ですかね。でこういったネジのね取り付けの、まあ、基本なんですけど、まあ、片側ねだけギュッギュッてこう締めていくとどうしてもね偏っちゃうんですよ。なのでまあ交互にねこんな感じでこう少しずつねサイドのカバーの、まあ、形をねサイドのカバー穴同士がねやっぱずれてねなかなかねネジが入りづらいなんていうことがあるんですよね。なのでこういうものはねこうギュッていきなり本決めしないで、まあ、ちょっと仮締めじゃないですけどね仮締めしながら様子見ながらこう締めていくと、あネジ山をね潰したりすることもなく、まあ、綺麗にねはまっていくのでちょっとやってみてください。こんな感じで元に戻しました。でこれね戻した後は必ずね Bluetooth コントローラーの交換をしたので新しい Bluetooth コントローラーになってます。なのでアプリで必ず登録し直してください。交換はねこれで以上で交換は終わりです。でですね千尋のライトを、まあ、知らない方にね簡単に説明しますと、千尋は中国のね自慶市というところにある会社で、そこのね RGB ライトは、まあ、調光とかタイマー機能が使えて、まあ、低価格で非常にねコスパに優れた RGB ライトを販売しています。でコスト面だけじゃなくてねこういったねメンテナンス関連、パーツ交換もユーザー自身が交換できるような設計になってて、で部品ごとにねしっかり交換できるようになってるんですよ。なので、まあ、こういう設計にすることでね故障時にメーカーにね引き取りで全取り替えでしたとかね、まあ、そんなことをせずコストを抑えてね必要なパーツだけ自分で手に入れて直せるような作りになってます。ぜひねこんな故障で困ってるなんてことを SNS ね
でお待ちしております。 Twitter や Instagram、Facebook やってますので、詳細欄ね見てくれると嬉しいです。今回はね以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。いや季節がね暖かくなって散歩日和ですね。新しいカメラ持って写真撮りまくってます。アクアリウムではね千尋から新しいライトが届いたので、まあ、それをねちょっと次あたり紹介していこうかなと思っております。チャンネル登録してまた更新をお待ちしていただけると嬉しいです。ではねそれではまたバイバイ。